はようございます。またまたやります、おじさんの独り言というか、まあ多少真面目に書きます。とりあえずは真面目に書きます。まあ題はそうですね、これです。今日はなんかですね、ネットの調子があんまり良くないんですよ。だからどうしようかなと思ったんですけど、まあ、おかしらないけど重たくてですね、なかなか繋がらないんで、繋いでもなんか固まるし、でさっきちょっとツイッターを動かしておったんですけど、ツイッターもですね、すぐ固まるんですよね、ちょっと動かしたら。だから、ツイッターも回すことができないなとか言って、こうやってツイート5回ぐらい回して、ダメだ、なんか3回とか4回に分けたら、なんかリズムよくチチチチチチってできないんで、なんか調子悪いなと思いながら、一回やめてた。それじゃあまあ話でも書こうかなという感じで、また話を書くの始めました。まあとりあえずもう4つぐらいは書きました。お好み焼き書いたんかな、お好み焼き書いた、健太くん書いたか、緑多くの宗教書いたな、健太くんも書いたし、三国志のあれも書きました。四国志ですよ。すいません。それとあと甲府と関も書いたし、まあ大体大まかはババッと書いたんですけどね。お好み焼きとお好み焼きの違うの話もちょっと今日は時間があるから書こうかなも考えてるし、まあ古いのでちょっと人魚姫あたりもほじくり出してちょっと回収しようかなとも思うんですけど、とりあえずもふもふかな、あれ秋までに仕上げとかにまずいだろうな。ということで、とりあえずは、おっさんの俺が魔王と勇者の争いを中断させたよ、飽きない日は。まあ、モデルを前にも話したんですけど、まあ、モデルが一応、ゴミの市です。岡山県備前市、ゴミの市。まあ、ゴミの市の、あれをちょっとモデルに書いたんですけど、まあ、夏季のシーズンを、まあ、書こうかなといった感じです。まあ、夏季のシーズン。もし行く便があったら、行ってみてください。結構面白いね、本当に。多分前にもちょっとお話ししたと思うんですけど、多分まあ一応生産、牡蠣の生産が一番多いのは、まあおじさんの住んでる広島県が一番です。実際は広島県が1位で、2位が宮崎だったんかな、宮崎じゃなくて宮城か、2位が宮城で3位が岡山だったのかな、確かそんな記憶がちょっとあるんですけど、もし間違いだったらすみません。ですけど1位ですけど、岡山県のゴミの市、まあ備前市の日立町にあるゴミの市なんですけど、倉敷もなんかあるって言ったけど、倉敷も普通に小屋みたいな感じで売るようにとか言ったら、倉敷にもあるとか言ったら、倉敷じゃなくて笠岡にあるって言ったのかな。まあ赤穂市とか近くだと赤穂市にもあるんですけどね、大体普通はですね、まあ多分ちょっとテレビでチラチラっとおじさんも見ただけで何とも言えないんですけど、まあちょうど話が牡蠣の話なんで、まあ牡蠣の話ちょっとしますけど、まあ今週また岡山の土日、この調子でいったら岡山の備前市、日立町、ゴミの市の方で販売させてもらうんで、まあちょっと説明しますけど、大体牡蠣小屋いうのは広島県もそうなんですけど、普通にその甲で、そこに普通はあるんですよ。普通にあるいう自由体、牡蠣小屋いうのがですね、どこの牡蠣屋さんも持っとるんですよね、牡蠣打つ場所、自分で。ですけど岡山の日立だけは共同なんですよね。この間ちょっと動画でも僕はちょっと撮ったんですけどね、大きな建物の中でからほとんど共同でやるんですよ。あの辺りちょっと珍しいですよ。大体広島は皆各牡蠣養殖場の方々が業者さんいうか、まあ生産者さん皆こう牡蠣小屋いうの持っとるんで、でそこで牡蠣売ってこうしとるんですよね。昔おじさん売りに行きよったことがあるんで、今はもう外国の人が多いんで、研修生の人が多いけど、多分やってもダメだろうなとか言われて、それも10年前の話かな、10年前にちょっと言われて、それでもうやめたんですけどね。久々に、久しぶりに、まあ、うちの父とおじさんといとことかで4人ぐらいで回ってみようかって行ったことがあるんですけどね、車で行って柿打ち場で売らしてもらおうかなと思ったら、いや今もう外国の研修生の人しかおらんけ、おじさんあまだ、まあでも10年でも、いややっぱりおじさんか、40代でもおじさんだな、やっぱり行っても多分売れないよとか言って、多分やるだけ無駄とか言われて、それでまあ断られたんですけどね。まあ
大体かき小屋いうのをみんなそこの、あの生産者さんがこう持ってられるんですけど、そこの生産者さんと違って岡山のあの備前市、まあ日南瀬町ゴミの市、まああそこのかきの生産者の方はですね、共同の小屋でから打つんですよ、みんな。それがちょっと珍しいんで、ですからそのままそこの横にあるあれ牡蠣を打たずに殻付きをそこで売るいう感じですね。だけど普通はあの牡蠣小屋でみんな買うようになっとると思うんですよ。宮城がどうかわからないんですけど、阿古もそうだしな、阿古もそうですね。僕ちょっと映像ちらっと見たんですけど、広島はもう完全にそうです。各県廿日市、坂、まあ生産の生産が多いところ廿日市、それとあと大滝も、もう竹原もあったんかいな。竹原もあった、クリーム、竹原もあったし、三原もあるんかな。まあ坂、僕はパー、おじさんは、まあ結構よくお世話になろうったのは、昔、廿日市、それとあと、能見島、大垣、能見島ですね、島の能見町、大垣町、それとあと、坂、坂ですね。坂と、あと、天皇の方も行きよったんかな、うちの親父と。うちの親父と天皇の方も行きよったんかな。ちょっとその辺、ちょっと記憶が曖昧なんであれなんで、結構三原まで、竹原まで行きよったんかな。竹原、三原まで行きよったんかな。まあ大体普通にこう、海岸線にみんな柿打ち場があるんですよね、小屋が、柿小屋いうのが。大体柿小屋いうのはそれから来とるんで、広島に来たら柿小屋とか行かれて、裏料理、あの、柿のあの、あれバーベキューみたいなあの殻付き牡蠣を食べるところもありますけどね、バーベキュー方式で。あそこでも売ったことがあるんですよ、おじさん。あそこの店頭でもおじさんの売りようたんで、あの弟おじさんとおじさんですね。まあ1年ぐらい通ったんかな。あれでも宇品港、いまだにあるんかな、宇品港のところ、宇品港の方へ行っておりましたね、おじさんは。宇品港のところでやらせてもらいました。まあ宇品港って言っても、ああ宇品港って言っても、そうか、みんなえって思うかも。まあ広島港です。どうしても古い言い方でたまに宇品港ってポロッと出るんですよね。昔おじさんの頃は宇品港って子供の時はなんかうちの親父らが宇品港宇品港とか出ようたんで、それでついつい宇品港いう癖が出るんですよ。だいたいまあうちの、だいたいおじさんあの付近に小さい頃住んどったんで、宇品の方ですね。だいたいうちの親父がまあ営業する前は造船おったんで、造船おったんで、それでまああの辺に住んどることが多かったんで、それで宇品港、広島港って言わねえけどたまにポロッと宇品港いう言葉が出るんですよね。まあ、競輪場もありますけど、まあ、あっちの方も楽しみに、今は港も綺麗なんで見に行ってみてください。結構見るところも結構あります。古い建物の中に、ちらっとある、でもだいぶ変わったもんな、久々行ったらな。いう感じだもんな、こうやって。変わった変わった。もう当時の東大行っても、こんなに小さかったんかな、とかいう感じですよね。子供の時なんか大きく見えたんですけどね。で、また雑談がひどくなってすいません、って言いたいところでおじさんです。で、まあ、どこまで話したんだったっけ。で、まあ、ゴミの市ですね。ゴミの市って話の正体忘れた。何状態。とにかくあそこはですね、冬になったら、まあ、魚も多少は売るんですよ。市場、ゴミの市いう市場ですね。行った人はわかると思うんですけど、そこの市場でですね、殻付き牡蠣を、だーっとみん、そこで殻付き牡蠣しか売ってないんですよ。で、その光景がまた発見ですよ。冬の風物詩わけじゃないですけどね。台車でこう、で、代わりにもう朝早くからですね、早い人はもう6時5時から来てますからね、もうあの辺。もう行ったら5時6時、早い時4時頃から人 おる人もいるもんな。で、そうやって殻付き牡蠣をですね、ガラ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 買ってってからですね、皆さんお土産として持って帰ります。人に頼まれて買われる人もおるし、すごいですよ、面白いですよ。台車いっぱいにこうやってとか樽に入れて持って帰りますからね、皆さん車にドーンって積んでから。まあ安いことは安いですよ、多分広島より安いな。広島結構久々広島で飲めてからこんなに高かったんかいない感じだったんで、宮島でから、宮島の方にちょっとドライブで行ってから、チラッと殻付き牡蠣のお土産のチラッと見た瞬間に、あれこんなに高かったっけいう感じです。まあ、ダメっていう感じです。で、ちょっとびっくりしました。ですけど、平瀬のゴミの市はですね、まあ、ひいき抜きにしても安いですよ。特におじ牡蠣は安いんで、皆さんも行ってみてください。特に牡蠣も、あそこのゴミの市の牡蠣のとこ、まあ、日南瀬町の牡蠣の特徴はとにかく牡蠣が大きいです。身が広島より大きいんじゃないかな。冗談か、弟おじさんがよく前から言ってたんで冗談かなと思いよったんですよ。ですけどやっぱり見たら大きいです。お、大きいわ。もう食べ応えあります。おじさんシーズンになったら1日10個ぐらい平気で食べるもんな。だけこんなになるんですよ。なんか
大体冬場のあの牡蠣でお腹がこんなになるんで10個。まあ多い時12、3個食うもんな、一人で電子レンジ。この間ちょっと映像で映しましたよね、あの電子レンジ一人でジーンとやって。まあ今弟さんと一緒に来るんですけど、前は一人で行ったりしょうたんで、一人夜寂しく電子レンジチンってして食べるんです。一人あそこに立ってですね、まあ向こうの台でからこたつの上で食べればいいんですけど、片付けがめんどくさいけ、もうゴミ箱ポッと受けて、ゴミのビニール受けてそのままチン。だいたいそうですね、5、6個でだいたい、5、6個じゃないな、8個くらいから10個くらい乗っけるけ、10個くらいでだいたい8分から12分くらいですかね。あんまり炙ると身が縮まるけ、まあ微妙なところでから美味しいのは8分から10分くらい。まあ殻付き牡蠣はまあバーベキューで食べた方が美味しいらしいんですけどね、そこの漁師さんとかの人に聞いたらですね、まあおさむくんとか言っておるんですけど、まあおさむくんらに聞いたら、いやー兄貴、バーベキューのところで炭で焼いたらうまいでいいとか言って、いやほんまなって言ったら、ほんまでって、あっちもうまいでって、食べたことないかけど、ない、いつもどうやって食べようんや、うん、電子レンジでこう皿にこう乗せますよね、でサランラップ巻いて電子レンジ入れて蒸すんですよ。あれ美味しいんだよ、もう何枚レンジいいです、とにかくそのまま、そのままバッと牡蠣をこう乗っけて、こうやってサランラップ巻いて、10分から、まあ10分、8分から10分ぐらいかな、10個ぐらいで。まあその辺は皆さんで自分の好みで調整して、硬いのが、レア、ミディアムいろいろできるんで、まあそれに合わせた要領でこうやられたらいいですよ。で、それで合ってって、あ、これが一番美味しいかな。まあとにかくおじさんも何もつけずに食べます。大体まあ、うちの親父が海の人間なんで、もう何も食べずに。昔からそういうところがあるんで、もう昔から、いたしたら、まあ今もう取れなくなりましたけど、サザエとかでも、まだ取れおった頃なんかカラバってから、僕、おじさんの子供の時とか、まだ取れおったこと、たまに取れおったもんな。アワビも取った、アワビ取っちゃったかな。まあ泳ぎながら自分らで取って、パキーンとそのバチバチからすぐ、バババババって塩水洗ってパクッと食べよったんで、ああいう感じでした。醤油もつけずにですね、塩水だけでダダダダ洗って食べよったんで。ですからまあ、普通にあれで食べれます、未だに。まあとにかく、まあポン酢つけた方が美味しいって言う人もいるんですけど、おじさんつけたら今度かえってむつくんですよ。その方が数が入るんで、ポンパク、ポンパク。酒入れようってこともあるんですけどね、酒も入れずにでもいいかな、いう感じ。まあそんなに匂いもせんし、いいわ、いいわ、いう感じですね。酒蒸しが美味しい言う人もいるんですけど、まああの辺は好みでやってみるけど、とにかく安いんで、1000円でも、おーいうぐらいありますよ。もう2000円ぐらいあったら2、3人で十分食べれますね。裏のバーベキューコーナーも、前にこう、お土産屋さんが、千代地いうお土産屋さんがあるんですけど、ちょっと写真もちらっと出ましたけど、動画の方も。まあ、ポプラさんと千代地があって、そこのところでから、なんぼだったんかな、値段ちょっと忘れたな。今度聞いておきます、ちゃんと。で、まあ、バーベキュー90分間。とにかく、まあ、そうですね、服が汚れるの嫌な人は、100均か、ダイソーさんかどっか行かれて、こう、ビニール、エプロン買ってきて、それ使ってやる方がいいです。あとそこに捨て替えればいいんで、あそこはもうゴミも全部捨て替えれるんで。ですからちょっと料金も高いですけど、ゴミは持って帰らなくてもいいです。ですからお肉を自分で用意して、スーパーさんとかでお肉を買って、牡蠣と一緒にバーベキューしてから食べる人もおるんで、結構そういう若いお兄さんとかお姉さんもいいですよ。結構若い人も牡蠣のシーズンになったら多いです。高年層の人もいいですけど、若いお姉さんら、お兄さんお姉さんもいいんで、行ってみてください。結構土日はとにかく朝、もう9時になったら列ができてますからね。バーっと。ですからまあ一応狙い目は平日。ですけど平日のですね、曜日が、定休日がまあこの時期だけなんかわからないんですけど、もしかしたら冬まで続行なるんかもしれないんですけど、とりあえず休みが変更になったんで説明しておきます。一応火、水が休みです。以前は水火曜日だけだったんですよ。ですけど今とりあえずは火、水が休みなんで。あの辺はまあ間違わず言ってください。じゃなかったら中行っても何も、漁師さんは火曜日だけ出るってことなのかな。なんかその辺もはっきりと聞いてないんで、曖昧にこう右から左ですっと聞いただけなんで、おじさんもちょっと覚えてないんで、まあその辺は皆さんも自分らで行って確認してみてください。まあ、それだけかな。なんかしら、牡蠣の話になったな。まあ話は、今の、まあ牡蠣が話なんで、まあちょっとパパッと書きますね。156話の後書きさん。後書きです。これの後書きの続きを書きます。後書きの続きを書きます。後書きの続きを書こうと思うんですけど、お化けの話もせんやけんですよね。お化けの話はまた後でやります。
ちょうど朝幕の内峠の動画上げたんで、それに関わる話をちらっと、まあ広島版のテレビで見た話と、それとまあおじさんが経験した話とちらっとやります。それとこの間ちょっとんと思ったのと、まあでもさ、あれは違うよな、違うよな、ちゃんと正規、ちゃんと普通のおじさんだったしな、正規あったしな。でもなんだこれ出てたのかな。まあその辺はまた後でゆっくりとやります。まあゆっくりというわけじゃないですけど、まあお化けの話もちっと進まないとあれなんで、まあ幕の内峠の話をちょっとやりましょう。一応広島の人今どうなのかな、おじさんらが若い頃は有名なかったんですけどね、幕の内トンネル。今綺麗な、おじさんの時はまだちょっとトンネルのところがもう汚かったんですけどね、汚い、荒れてたんで、特にあの峠自体もですね、昔の旧道の方も結構荒れてたんですけどね、荒れてたんですけど、あそこにあの新しく望遠ができてから綺麗にしましたね、道を。まあ、昔のなんか、望遠ができる前のイメージはないいう感じですね。望遠ができるまでは結構、夜とかこう、走ったら気味悪かったんですけどね、って言いながらまた、すいません、話がそれます。本当に申し訳ございません。まあ、話書きますね。そうか、それは助かる殿。助かる殿。赤マークにならんけ、これでいいんだ。まあ、ゴジラ辻がういおじさんなんで、こうってワードにやり変えました。じゃなかったら、ゴジラ辻がとにかくたったたった出るんで、おじさんの場合は。まあ、こんな感じで。じゃあ、どうなったんや。ほいほいほい。なんかですね、なんか今日、まあ昨日からかな、なんか固まりやすいというかですね、なんかですね、うまく起動しないというかですね、固まるというか、なんか打ちづらいというかですね。こうなるとリズムが悪くなるんですよ、割とですね。カチャ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 ってリズムよくったら、タタタタって話って書けるんですけどね。ああいう間に書けるんですけど、なんか引っかかったりとか、将来間に頭の中のこととか、あれ？どうやって書くんじゃったっけ？とか言って元に戻るんですよ。あれ？とか言って、そうなった時に結構リズムが悪くてですね、書くのが遅くなったりします。だからリズムよく書きたいので、おじさんはできれば、こう、あんまりこう固まるのは好ましくないんです。で、まあこれも、またポークだな、割と美味しいですよ、これ。あとでエビチン食べながらやります。ということで、食べる前にさっき終わったんせんにゃいってんな、お化けの話を。まあ、お化けの話をしてから食べるんで、その辺は大丈夫です。心配せずに。ちゃんとお化けの話はやります。
何時、ああいい時間ですね。まあ大体できました。よいしょ。まあそういうことでいい時間にもなってますね。まあとりあえず、まああともうちょっとというか、もう大体できたんで、ちょっと多めにちょっと書き寄るんですけど、まあとりあえず今日もおじさんのつまらない独り言に付き合っていただきありがとうございました。まだチャンネル登録等もすいませんが、よろしくお願いします。それとまあお化けの話やりますんで、まあまああんまり怖くはないんですけどね、まあ楽しみにしておいてください。それではご乗車ありがとうございました。とりあえずは一旦落ちまーす。プチッ。